トースハウンは、デンマーク王国の自治領、フェロー諸島の首都、ストレーモイ島東岸の南部にあって、1万9000人の人口を持つ。市の北西には347メートルの高さのハザレン山があり、南西には350メートルのカークバーム山がある。市の名称は、トールの港の井であり、トールは北欧神話の雷鳴と稲妻の神。 日本語ではトールシャウンと書かれることも多い。ノルウェー王国のハーラル一世の圧政から逃れて、9世紀にこの地への入植が始まった。バイキングは825年にティンガネスに独自の議会を設立した。ティンガネスは現在はトースハウン市の一部となっている半島で、この半島がトースハウン港を二つに分けている。バイキングの時代には、 議会は中立であるためにあえて誰も住んでいない地区に置かれたため、ティンガネスはストレーモイ島の中心地になったが、住民はいなかった。毎夏、バイキングの人々はティンガネスの平らな岩場に集った。トースハウンのティンガネス半島。バイキングの時代は1035年に終わり、ティンガネスには市場が設けられ、交易の中心地に変容していった。その後、 ティンガネスはフェロー諸島の港として、成長1271年には、ノルウェー王室の貿易専売所が置かれた。12世紀を通じて、この専売所を通じて、ベルゲンとの貿易のみが行われ、フェロー諸島全体の中心都市として、不動の存在になった。1539年、プロテスタントの改革運動がこの町でも起こった。海賊によるフェロー諸島の略奪行為が、 盛んになり1590年、港の北端に小さな要塞が建設され、土地を持たない困窮者が農家から食料や衣類の提供を受けて警備についた。1655年、デンマーク王フレデリック・3世がフェロー諸島を政治家のクリストファー・ゲーベルに貸しする。この時代にはゲーベルによって島民が抑圧された上、貿易の利益はゲーベル家に独占され、 島への輸入品の価格も釣り上げられた。そのため1673年に島民が放棄し、ゲーベル家の支配する役所などが焼き打ちされた。1709年、貿易が王室の管理に戻されると、島は安定を回復し、年に3回コペンハーゲンから日用品を積んだ船が往来するようになった。しかし同年、トースハウンは天然島に襲われ、 住民のほぼ全員が死亡する惨事となった。その後18世紀後半になってようやく町は再建に向けて動き出した。18世紀末の英仏戦争において英国に水を行って利益を得たことで水産品を軸とした貿易の基礎が出来上がった。そして1856年、フェロー諸島は自由貿易の時代を迎えた。1866年には 町議会が設立され、以来、フェロー諸島の行政の中心地となった。1909年には、デンマーク本土の都市と同じ市場が開設された。1927年、大規模な工事によって、近代的な港湾施設が建設された。第二次世界大戦が勃発し、ナチスドイツによるノルウェーデンマークへの侵攻が開始されると、1940年4月、英国は、 バレンタイン作戦において戦略的に重要であるフェロー諸島に進行。対戦中は英国の占領下に置かれた。現在では周囲の街を併合してトースハウンは活気のある街へと成長している。スマイリルラインによるデンマークとアイスランドへ国際航路がある。空港はストレーモイ島にはなくボーアル島にあるボーアル空港となる。両島の間には 海底トンネルが完成している。フェロー諸島議会。フェロー諸島議会は一員制で、1856年より、トースハウンのティンガネス半島に置かれている。気候は、西岸海洋性気候の北部気候に属する。夏は短く、かなり冷涼であるが、冬は、メキシコ湾流の影響で井戸の割には温暖で海も、凍りにくい。1788年創設のトースハウン協会が、 あり、1990年から、ルーテル協会のトースハウン市教座が置かれている。フェリーターミナルトースハウン中心部トースハウン協会1801年、以降の人口の変化トースハウンの、サッカークラブトースハウンの、ハンドボールチーム。ありがとうございます。